どうも、フクロウです。今回はですね、マドラスの工場見学に行ってまいりました。ということでですね、もう日本を代表する、新種別革靴のメーカーである、マドラスですね、愛知県の、大口工場にですね行ってまいりましたっていうのはね、いわゆる、マドラスの工場見学、抽選みたいなのがあるんですけど、それにもちょっと当たったので、今回ね、行かせていただくことになって、ちゃんと許可もらって、このクロチャンネルのカメラもね、しっかり入ってますので、工場の中も映させていただきましたし、今回のそのイベントは工場見学ともう一個ワークショップもあったので、そちらの方もね、ちょっとだけ映ってます。ということでですね、マドラスというと、もう2021年でね、100周年ということで、すごい歴史の長いブランドなんでね、皆さんも多分もう聞いたことは絶対あると思うんですけど、このチャンネルの視聴者の方であればね、もう今ね、これ後撮りでこれオープニング撮ってるんですけど、もうとにかくね、楽しかったの一言に尽きるなと思いますね。もう革靴、ブーツが出来上がるその裏側っていうのを、今回見せていただいて、なんというか、普段自分たちがこう見ているもの、手に取っているものって、こういう風になってこう出来上がっているんだなっていうところがもうすごいなと思って、本当にね、このプロの職人さんのね、こう技術がの結晶がね、革靴として、お店だったりとか自分たちの手に取って履いてっていうのをやってるんだなっていうのをすごくこう、間近にね感じることができたので、非常に貴重な体験だったんですけど、そんなね、貴重な体験の一部をねこういった形でカメラで、収めていくことができましたので、ぜひ、見てみてください。どうぞ。このとこ一番気絶の恐れがパティーナっぽい感じの、わ、激渋だ。ついに聖地に、ワンサンセットのコラボのブーツですね、これ。欲しいな。あ、石川五右衛門か。下駄。これ欲しくない。なるとサンダルが出来上がるんですけども、このまま重ねていってしまうと厚みがどんどん増していってしまって、普通見た目としてはごつくなってしまいますし、履いた時にごわついて足当たりが良くないんですね。なので重なるパーツは貼り合わせてちょうどいい厚みになるように調節したり、地を折ったりなどするので、折ってちょうどいい厚みにしたり、厚みを調整する機械になりますっていう機械を指揮と言います。思いますので、ちょっとどっちがいいかを考えながらもう一度。ナードマインドの靴は、ほとんどのものが端の処理がこの折り込みというものになってます。この折り込みというのをやらなくて、切りっぱなしの靴ももちろんあるんですけれども、どちらかというと切りっぱなしだとカジュアルな雰囲気の靴に
なるので、まあ、ブーツとかが多いですかね、メンズの人の。で、折り込みだと、口の断面が見えないので、どっちかというとちょっと綺麗な感じの仕上がりの靴に多いかもしれないです。で、靴のミシンなんですけれども、洋服のミシンとかと違うところが、洋服のミシンこの辺で縫う平ミシンとか平面な感じのミシンなんですけども、靴の場合だとそのミシンだとちょっと縫えないなっていう箇所がどうしても出てきてしまうんですね。なので、これポストミシンという名前なんですけども、ここが持ち上がってるミシンを基本的に靴屋さんは使うことが多いです。このミシンが活躍するのが、ブーツなどを縫う時、これどうやっても平面のミシンだと縫えないんですね。それがこの持ち上がってるミシンだと、この中に入れ込んでぐるっとこれ一周させて縫ってありますっていう時に大活躍するので、靴屋さんは基本的にこのタイプのミシンを使ってます。まあ、これが裁断されたですね、非常に平面、彼が正面の後ろからは見て、そのものが出ないみたいな、はい、だから作業です。ここで今、機械を挟んで、革を挟んでいきます。でここから、真ん中のプレートを落としていきます。この時に、あんまし踏みっぱなしにすると革が結構ずれて、きれいに入っていかないので、ある程度伸びを見ながら注意して引いていきます。で、ここで、まあ、この革でしたら、まあ、一応10畳という設定を決めてやっています。革の厚みとか素材によってはもうちょっと長くやったり短くしてやります。これがもう今やりたてのものですね。癖がある程度ついてます。じゃあこれはまあプリンティングという作業になります。でここからですね、まあ、粗立ちされた革なので、本来靴を作るための型が詰まってまして、それに合わせて再度革を切って裁断して縫製の方に入っていきます。ここである程度高さもきちんと自分の指を使って確認しながら、どこに入ってるか、あとはまあデザインのセンターを取りながら調整していきます。で今から革挟んでいきます。で今から持ち上げていきます。からこの横のワイパーが入っていきますので、ワイパーが入った状態で一旦止めますので、そこでもしよろしければ近くで見ていただいたら結構です。革が開いた状態になります。ここから手作業の方、僕らは今回ノリでつけていくんですけど、ちょっとまあノリの位置がきちんと決めきれてないので、ちょっと釘で仮止めした状態まで作業を進めていきます。高さをこう固定して、あとはこの肉に対してこうして混んでいく感じですね。普通の擦り込みですとこのリブっていうものがないので、このまま皮をかわすことで接着できるんですけど、それがちょっとできないので、このリブの位置で釘で止めていきます。で、まあ、こう単純に引いているように見えるんですけど、僕は左利きなんで、あれなんですけど、まあ、右手で一応この甲がちゃんと皮が引かれているかをある程度確認しながらやっていきます。でこの後にしっかりのりを塗って、再度皮をちょっと温めをしながら、リブの方に
込んでいく形になります。一応ここまでがウトイヤのマッチである手紙の製法になります。見えますか？どうですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ行きますね。早かったですね。あの温度いやこれ一番遅くスピード設定させていただいたんですけど、普通その温度をさらっとやっていくことなので、こんな感じで、スクイズが終わりということですね。あ、こちらの 2,30 秒 ありますんで、時間的にはごゆっくりのんびり見ていただいてよろしいですか？ちょっと音出ます、ね、気をつけて。それでまあアウトステッチ、外側がまあ縫えたという状態ですね。うわー、すごいな。芳醇な。もうこの空気家に持ってくる。そうそう。あ、手だらばく。使い方は良くないんですけど、クロワッサン見てるような。皮っていうのはどうしても水を吸いやすい。で、吸ってしまうと死ぬになってしまうっていうのがあります。ですので今プチクリームを塗っているんですけども、それを素早く、まんべんなく広げて、皮に浸透させるという形です。でそうしますと皮の、本も、いろんな形で反応してくれて、光沢が出たという形で変わっています。これはレーザーで、あ、そうです。レーザーで、はい、なんていうか焼いていくという感じ。入れたい文字を入れたりとか、あ、印字の、はい、はい、なるほど。こっちのハドラスというロゴは、はい、色を入れたいので、はい、金板という版を作って、はい、プリントしてるんですけど、へー、レーザーの場合は、電波さえあれば、どんなものでも、あ、そうなんですね、はい、これでやってやる。あ、へー、そうですね、文字でイラストレーターとかでデータを作ってそのままプリントできるので、その版を作るお金がなくて済むって感じで、機械がちょっと高いので、あ、なるほど、じゃあ行きますね、はい。
ね。すごい川、一面川みたいな。そのぐらいのスピードならすごいゆっくりなんで、はい、あでも一回止めてください、はい、でここから行きましょう、はい、すごい。この一角すごいな。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。もうね、普段ね、こう見ることができない場所、見ることができないところっていうのをこう、まあ、実際ね、間近で見させていただいて、で体験もね、ちょっとさせていただいて、もう本当にすごいなと思いましたね。すごいね、簡単そうに見えるんですよ、もう本当やってるの見るとね。でもいざ自分でやるともう全然できない、まあ当たり前なんですけど、やっぱり職人の人たちすごいなっていう風に思いましたし、ちゃんと一つ一つこうプロの手が加わって、まあ、出来上がってるんだなっていうのをね、まあ、分かっていましたけど、実際見てみるとああこうなんだっていうのはね、すごい実感として得られたので、まあ本当にね、いい体験できたなと思いましたし、もうね、毎秒勉強になるというか、何聞いても勉強になるんで、もう本当にね、面白かったし、ためになるし、で何よりああいうあの空間、実はもうカメラ越しでは伝わらないんですけど、ものすごい川のいい匂いするんですよ。もうね、すごい幸せな空間なの、あそこ。もう本当に。でね、歯切れとかもね、見たことないぐらいのサイズの歯切れが、もうボンボン置いてあるの、その壁一面にね。それもね、含めて、ああ、これいいなって思いながら、もうずっと見てましたね。ワークショップなんかもね、これもね、全部映してるわけじゃないんでね、本当にね、実際に見に行ってみてほしいです。
まあ、これ抽選になっちゃうんでね、どうしてもまあ当たらないってことも、まあ、まああるかもしれないんですけど、もう実際にぜひ見ていただいて、空気感というかね、あのライブ感、あの実際にこの職人の方がこうウェルトを縫ってるところとか、こう機械の作動音だったりとか、あのデカさ、あの圧迫感があるのよ、すごい、そういう機械のねデカさとか、もうそういうのも含めていろいろ実際にね、まあ、この動画を見てね、あの体験していただいたらなと思いますね。まあ、もちろんね、遠くにお住まいの方とかね、すぐには行けないって人もいると思うんですけど、人生に1回ぐらいああいう、まあ、革靴の、まあ、製作現場っていうのをね、生で、見るのってすごく、まあ、大事だなというか、まあ、こういうチャンネルやってるからっていうのもありますけど、まあ、一革靴好きとして、まあ、ものすごくね貴重な体験でした。はい、ということでね、いいなと思った人はグッドとチャンネル登録の方お願いいたします。バイバイ。